皆さんこんにちは、ジュラシックアダライブ。今日はですね、フレンドリーバトルをやっていくんですが、なんでやっていくかというとですね、アビリティでですね、方向っていうのがあるんですけど、これをねとにかく、使いたいんですけど、でですね、エンテルモスを使えばこの方向のアビリティが使えるっていうですねコメントをいただいたので、本当かどうかというですね、ちょっと実験をしてみたいんですね。ということで、もう1アカウントの方ですね、相手方の方に出ましたので、ちょっと方向を使っています。ということで、方向を使いたいためにですね、全く無意味なこと今してますけど、はい、ではですね、これでちょっとやっていきたいと思うんですが、はい、怒涛の攻撃に対して総合激怒を当てていくと。さあ、これでスピードは逆転できるのか。これ逆転できないと打たれちゃうので、はい、交代します。脱走時小回復あんだね。はい、全く無意味なことを繰り返してますが、さあ、これでもう一回ですね、はい、使えると思うんで、おお、結構強力だね。さあ、これでもう一回方向を使えるので、もう一回向こうが方向を使ってきます。はい、これで2個使ったので、2カウントするかどうかね、ちょっと確認したいんですが、さあ、こっち側の方は、はい、ちょっと長続きしたいのでゆっくり攻めたいと思うんですけど、はい、これでなんとか1ターン耐えれれば、もう1回ぐらい方向を打てるチャンスあるかな。はい、総合激怒打っていきましょうか。さあ、これで1ターン耐えとけば、はい、総合激怒を打って、はい、スピードを上げての、はい、もう一回方向を向こう打ってきますね。で、これで2個使ったのでカウントするかどうかちょっと見たいと思ってるんですけど、さあ、全くバトル的には無意味なことやってるのは、わかりますかね。はい、全く無意味なことやってるんだけど、とにかく、はい、数を稼ぐために今やってるので、はい、ちょっとお付き合いいただければと思うんですけど、さあ、これで向こうはね、実は4つもういってると思うんですね。もう1回できればね、5いくと思うので、5いくかどうかはちょっと確認したいんですが、さあ、これで総撃で打ってきますね。はい、でもう1回、はい、これも6個目、あ、5個目ね。はい、もう一回これ打ってきますね。これでね、多分いったと思うんですけど、はい、ちょっと後で確認したいと思います。じゃあ、こっからですね、はい、もうまともにいきたいと思うんですけど、はい、こっち側は向こうがちょっと勝つ形でやりますね。相手に勝たせる形でちょっとやっていきたいと思うんですが、あ、そうかそうか、変に打つ必要なかったか。はい、あ、こっちが勝つ方がいいか。こっちが勝つ方がいいね。はい、こっちが勝ってきますか。はい、やっと1個倒しました。さあ、向こうが2つ目が出てくるんですけど、はい、こっち側が先手持ってますから、はい、ここは、はい、攻撃してきますよと。はい、なんとか1ターン耐えれるかな。1300だったら耐えれるかな。はい、なんとか耐えれますね。ああ、でもスピードが負けちゃったか。そうすると、はい、1ターン取られちゃうかもしれないので、一回ここは復活を打っておきますが、さあ、スピード逆転できるかな。逆転できましたね。さあ、これで1ターン耐えておけば、はい、次のターンで、はい、こっち側が打っていきましょうと。はい、これで2勝ですね。さあ、いいですね。で、はい、3つ目です。はい、スコルピウス来ましたが、さあ、とにかく削っていきますよと。はい、1ターンは耐えられるかな、ギリ耐えられるぐらいかな。1300ぐらい来るんでしたっけ、これ。アーマーあるから、なんとか耐えれると思うんですね。そうですね。はい、耐えておけば、はい、こっち側が取っていくことができると思います。さあ、ということですね。はい、このアカウントじゃないんですけど、相手のアカウントの方なんですが、
さあ、ホークアビリティが達成できたかどうかちょっと見てみたい。あ、達成しましたね。5回使うようになってますね。やっぱエンテロモスがいいのか。これね、もうこれするためにどのぐらい時間かかったかって話なんですけど、はい、じゃあ今度代わりにね、あの逆もやってみたいなと思うんで、はい、逆ね、もう一回ね、バトルやっていきたいと思うんですけど、はい、これでね、ちゃんと出てくれればいいんですが、こっち側もエンテロモス出してよって話ですよね。はい、エンテロモス出してよって話なんだけど、これ両方ともあの入れてるので、はい、こっち側そろそろエンテルモス出てもいいんじゃないかなと思うんですけど、実はね、何回もバトル取り直してるんですね、動画をですね。はい、ね、なんとかね、エンテルモスこっちのアカウントでも出てほしいなと思うんですが、そのためにね、エンテルモス今回作ったんですけどね。あ、出ました。よし、いいぞ。さあ、はい、やっていきたいと思うんですけど、あ、ちなみに今いくつだったかちょっと確認しなかったですね。はい、まずはもう使っていきますよと。もうね、これも、はい、完全なやらせですね。はい、カウントを稼ぐだけのことしかやりませんけど、さあ、これで、はい、やっていきますよということで、はい、総合キットが打ってきますが、さあ、ここでなんとか耐えておいてですね、はい、向こうもこう耐えておかないとですね、5回いかないので、ちょっとわざとじらしますね。はい、これでなんとか耐えておけば、はい、次のターンで使えるんじゃないかな。はい、これで2個目ですね。はい、2個目使いましたので、はい、あと3つですねだと思われますという泥試合をやってますが、さあ、これで、はい、なんとか耐えれると。ああ、倒れないか、ギリだったか、エンテロモス死んじゃったか。はい、そうするとちょっとこれは早く終わらせてですね、カウントが増えたかどうかを確認したいなと思うんですけど、あ、こっち先手取ってましたね。はい、なんとか、はい、これ耐えてですね、はい、同時になりましたか。はい、向こうは取っちゃうかな。はい、向こう2つ取ったので、こっちはもう負ける方に行きたいと思いますが、さあ、向こうにちょっと勝たせて、カウントがどうなってるかだけちょっと見たいんですけど、はい、これ耐えられるかな。なんとか耐えられるね。はい、これでスピード落としていけば、はい、次のターンで、はい、勝てるんじゃないかと思うんですけど、はい、勝てますね。はい、ではちょっと確認してみたいと思うんですけど、はい、アビリティのとこをですね、見たときに、はい、この実績のとこですねを見ていくと、はい、あ、これこれこれ、アビリティなんかで、でも5分の4になってるな、あと1つだな。はい、ということなんで、もう一回ね、あのエンテロモスが出てくればちょっと達成しそうなので、はい、頑張ってやってみましょうかね。これね、相当たくさん出てくると思うんですけど、あの、これ1個のためにね、ずっとこう止まってたので、もう一回エンテロモス出てくれないかな。はい、やっていきたいと思います。もう一回出てくれないかな。もしかしてエンテロモス以外でもできるやつあるんですかね。うん、今回そのためにわざわざですね、エンテルモスを作ったんですけどね。さあ、やっていきましょう。はい、では見ていきたいと思います。あ、出ましたね、エンテルモス。来た来た。はい、じゃあこれは、はい、これで5になれば、はい、エンテルモス効果だっていうことが分かりますね。ということで、はい、まず使いますよと。はい、5回目使いますと。いうことで、もうこれでね、あの5回使ったので、あとはもう普通にバトルしていきたいと思うんですけど、早く終わらせるようにね、しましょう。
さあこっち側が先手持ってますから、はい、向こうが、はい、無意味なことしますけど、はい、ここを崩していきたいと思います。さあこれで、はい、こっち側が先手持ってますから、はい、なんとか削ってきますけど、なかなかですね。さああと1回ぐらいで倒せるか。スピード落とされちゃったな。はい、スピード落とされちゃったので、なんとか総攻撃度を打ってみましたが、さあこれでいけるかな。さあどうだ。はい、これで、はい、スピードが逆転したので、なんとか一つ取れたと思います。さあこれでこっち側が今優勢になりましたので、はい、こっち側のアカウントが勝つ形でやっていきたいと思うんですが、はい、メギルトクロス来ましたけど、さあこれね、体力がないからね、うん、なんとか1ターン耐えたいので、無意味なことしますが、さあこれでなんとか耐えとけば、はい、次のターンで倒せると思うので、これで2勝ですね。はい、じゃあ次なんですけど、どうしようかな。はい、スコルピウスレックスを出してましたが、もうこれね、ちょっと体力が厳しいんで、ちょっと削るだけ削っておきましょうかね。はい、こっちのターンでやられちゃいますけど、はい、よく頑張りましたね。さあここまで削れれば、はい、フォルサーラ出していけばいいと思いますね。はい、じゃあこれで5個いったと思うので、はい、確認してみましょうかね。さっき4でしたよね。じゃあこれで5になったので、はい、見ていきたいと思うんですけど、相当溜まってるので、これで一気にですね、解放されるんじゃないかなと思うんですけど、はい、来ましたね。これでね、いやーもうね、ずーっとこれ止まってたんですけど、これですよ。はい、あれ、この実績ね。で、ここをですね、はい、タップで回収すると、ドドドドってね、いっぱい来ると思うんですけど、来ないかな。もう一個のアカウントの、はい、階級13、はい、制覇になったんですけど、これでですね、一気に開くと思うんですがね、なんかちょっとバグってますけど、はい、これを開けると、はい、どんどん開くんじゃないかと思うんですけどね。開かない？はい、なんかちょっとフリーズ気味です。あ、来ましたよね。これで、はい、レベル14もですね、これでも達成になっちゃいますからね。はい、レベル14も達成になっちゃいます。もうこれでね、ずっと止まったんです。これレベル15もほら達成でしょう。これがね、分かんなくてね、コレクションに揃う、うわ、ほら、どんどんレベル16もクリアでしょ。もうここね、本当にね、ずっと止まってたんですよ。もうそのためにね、他のものがね、全然こう、出なくて、ほら、レベル17も達成じゃん。どのぐらい止まってたんだって感じなんだけど、これ分かんなくてですね、いやー、コメントくださった方、ありがとうございました。ということで、やっぱり皆さんね、聞いてみるもんですね、YouTube でね。はい。ということで、はい、どんどん、はい、実績が入っていってますけど、はい、最後なんだ？お、どうどう来た。はい、レベル18も開いた。レベル19も開くじゃん。これすげえな。どんだけ止まってたんだって話ですね。すげえな。これがね、わかんなくてね。はい、なんか、レベル20もいく。すげえ止まってたね。はい、どんどん開きますよと。レベル20も到達しましたね。いやー、これね、もうダムのね、ダムの崩壊みたいな感じですね。もうこれ一気に来すぎて固まってますけど、これはすごい。レベル20もついにクリア。もうどんどん開きますね。
はい、レベル20もクリアだし、なんかもうこの辺もいっぱいなんかまた実績クリアになってるんだけど、これレベル21ぐらいもクリアしちゃうかな。はい、ここら辺もどんどん開けていきますね。すげえな。さすがに21は開かないのか。もうでもね、ここの残りの実績の見てもらえば、もうね、あと4とかあと1とかね、なってるので、この辺をやっていけばですね、クリアしていくと思うんで、いやー、今日だけでこれかなり進みましたね。かなり進みましたよ。はい、ここまでかな。はい、ということですね、またやっていきたいと思いますね。はい、教えてくださった方、ありがとうございました。ではまた明日。